EX4。 火属性が重要そうやな。また魔法少女やし。火属性重要で光と闇も。じゃあ水やっちょついていこう、やっちょ。しよう、やっちゃおう。んでここを釣るのかな。これでいいかな。よし、じゃあ OK。 集中狙い。ああ、なんか20増えてる。そう。じゃあやっぱ落としててよかった。単体マギアつっても1人必ず持っていかれる可能性がある。まあ、多分持っていかれる。防御力ダウンと高速と防御力ダウン。なかなかえげつないことしてくるな。そう、ヤチオンは弱点属性であるけど防御力が高いからね、そうそうやられへん。やはり先に、おとり落とす必要がある。CBD か。いや、ACC かな。どうせ B 打っても10万、まあ、かけてみるか。30、もう20溜まるけど、まだ溜まりきらんし、まあ、まだ攻撃しても大丈夫。OKOK。これでまあ、これで20回復して96、次落とさんとあかんな。OKOK、本当に攻撃してくれた。状態上耐性ダウン。ただ次からは普通に食らっちゃう。あ、クリティカル。いや、すごい。やばい、フェリシアが落とされちゃう。クリティカルやばいな。恐ろしいことしてくる。これサナにコネクト出るのもやっぱフェリシアやな。体力回復した。で次絶対落とさんとあかんから、ちょっと回避ないと思うけど、多分レゾナンスブラスタップで。ちょっと怖い。で、ピュエラじゃないからな、念のため、こうかな。そう、念のため2回ターゲットしとく。で、まあ、これでフェリシアの耐久が回復して、やっぱ耐えてきた。危ない危ない。これで OK。あ、ちゃんとスキル負荷かかるな、状態。あ、でも状態状態性ダウンつけたら、あんま高くないんやな、状態上アップ。耐性アップか。ブラスト、ブラスト。端末か。あ、すごい火力や。防御力ダウンがやっぱ効いてるな。なんだこれは。AAB でいいかな。あ、でもな、なんか若干徐々に溜まっていってるしな、鶴のマギア。で、B か。こう
カハル・ユーナを残すのは案外間違いじゃなかったかもな。なんかダメージカットついてるんや、まあ、精神強化に確かにダメージカットあるけど、あれでもアクセルダメージカットなんや、それは知らんっていうね。それはなかった。あ、拘束されちゃった。フェールブルームしててもなかなか痛いな俺は。あ、965か。自動回復止められちゃったのかな。ただそれもあと1回攻撃されるかなんかのディスクでいけるな。それともう貯めちゃおうかな、次鶴の攻撃されんかった時のために。もうこれで確実に貯まるしな。もうさっさと貯めたい気分やからな。エンハンサーモンと巻いていこう。これでまあ野鳥のコネクトポイントも貯まるし問題ないな。オッケー、瀕死まで追い込んだ。あ、上体上体勢下げられたな。マジか、高速やめてくれ、高速は。ああまあいいし、レストアヘルスがあるし、この時のためのレストアヘルスやで。いやー惜しかったなって言ったところやな。確かに落とされなかった時点でもう勝ったな。よし、ギアアップちょっと黒くなってるけどちゃんと動けるっていうね。いやー、レストヘルス様様やな。じゃあそうやな、またツルノのアクセルアップを生かすか CAD か。多分何もせんでも落ちると思うけど、3万4000やし。でこれでイロハのマギアをたまる、かなりいい流れや。そしてこれで20万は減るっていうね。17万か、まあいいダメージだ。でマギア溜まるはず。これない回避持ってたんか。あー、ギリギリ溜まってないし、しかもあと1回攻撃されたら溜まるな。オッケーオッケー、溜まった。オッケー、回避が美味しい感じで発動した。で次マギアかな。またこの構成か。これもまたマギア打たんでいいな。せっかく鶴野にピュエラコネクトできんやったらするに限り。ABB か、こうか。これで落としきれんだとそれでいいもんな。15万やろ、多分マギア打たんでもこっちの方が落とせれろ。オッケー、いやいい感じやな、かなりいいな。まだ手札充実してるよ。あ、そうや、回避持ってんねんと俺バカだいやでも回避持っててもまあやっぱこれはもうこのコネクトでよかったと思うな。なんでこの残ったミルの体力をあのイロハで倒すっていう感じでいいんじゃないの。これでよかったんだ、これで。そう、あ、てかレゾナンスブラストップも帰ってきた。うわー、まあオーバーキルとは言うまいって。回避にはマギアが鉄則や。全員生存、かなり安定してたこの試合は。よし、さあ、なんだかんだ順調に EX5 まで来れた。これがどうなるかなんか無造、これは無属性、水属性、光属性か、晴れ着の人たちがやってきてしまったな。やばいな、絶対もうサバイブを潰せるよね。カーソード入れとこうかな。もう水属性も確定してるやろ、もうこれ。水属性ってかもう無属性も光属性も全部確定してんねんけど、誰が来るか。じゃあどうしよう。闇属性が重要やんな。じゃあ鶴の連れていこう。どんつるのもっていうか、やっぱフレンドのつるのの方がいいよな。どうしよう。まあいいか。
あ、どうなんやろ。なるべく防御高い日、高い方がいいな。まあ、釣れのもともとそんな防御高くないけど。あ、こっちにしよう。1万あれば。で、八千代を連れていくと。またもや。カーサードどっかに入れるかな。回避なんかしてくれなさそうやな。晴れ着のキャラクター。ここのレゾナンスブラストアップを呪いにするか。まあ、状態性とか全然わからんけど持ってるか。まあ、カーサードなんだかんだ役立つしな。防御力も下がるし。こんなもんかな。で、あー、てか、なんだかんだサナ重要やな。まあ、こんないかつ AI アビリティメモリアつけてるし大丈夫か。よし、じゃあ行くぞ、行こう。硬そう。入れてあれやもんな。デバフないときついな、やっぱ。まあ、振り属性やけど、ああ、まあでもあんま攻撃、下手に攻撃したらあかんのか。魔法少女やし。石でいいか。とにかくね、呪いどうしようかな。まだ使うのもう帰ってきそうやし、やっとくか。鶴の攻撃性は毒かけられるしな。毒強いよ、毒。ポイズンエッジがなかなかいい仕事してる。で、状態異常耐性も下げて、呪いもかかってるしな。毒やけど呪いかかってるし、まあ意味ないけど1万しか減らへんけど。でここでまあスキルのサバイブを使ってくると、うん、一旦やな。もちろん一旦やな。サバイブ3ターン持つとか言わんよな。3ターンとまでは2ターン持つとかね、そういうのはないよな。いったんやな、ホッケー。チャージ、ACA か。ここまだ、コレクトする必要ないな、ACA でいいや。まんべんなくやっていくか。ただ、なんか、攻撃だけで溜まってってる、どんどん。やばいな、12ずつ増えていく。スケールはもうこれの繰り返しなのかな。スケールこれの繰り返しやったら、まあ。大丈夫じゃ大丈夫やけど、状態異常がなんか呪いちゃうんだけど、追加効果、うわ、ちょっと待って、スキル負荷か、マジか、それはきつい。やっぱ見たま状態異常盛りだくさんやな。しかも、レジストレードサークルもなくなってるから、もうかかりたい放題やな。これよろしくないね。あ、デビ、あ、マジか。じゃあまあ、落としたい。見たまかな、やっぱ、辛い。これはかなわんわ。どうしよう、ウィズダムアップ使っちゃうかな。マギア貯めれる、マギアが貯めれる見込みがないからな、使っちゃうか。ただな、多分ゴノブラストコンボあんま減らへんと思うんやけどな。まあでもこんないいディスク来てんのに無視するわけでもいかん。クリティカル出ればいいな。
あ、そういえば挑発とかないんかな、多分あると思うけど。防御無視してきた。まあクエルブルームのおかげで防御無視がなんとかいなすとか。そう、攻撃力下がってたらあんま防御無視怖くないんだよね。あ、でこれでピエラコネクトできるな。あー、どうしよう、 AB にしようかな。まあここはちょっとマギアも狙っていきたいっていう。まあ目なんか溜まってきたしな。でまあシーンで、シーンの方が抜群に上がるけどな、火力。 AB は知れてるか。いやでもそれでもやっていこう。カウンターもこう、でもあんまやっぱ減らへんな。攻撃メモリは全振りとはいえ、オッケーオッケー、いい感じで減らす。でも状態に対してアップ自分だけか。でサバイブやの、これ地味で体力回復もな。404万回復するからな。毒と呪いが同時にかかった、やばいわ。スキル負荷も地味にきついねんな。CBA やな、こう。イロハがもうすぐで。でも CBB。まあ、どうせサバイバル落としきれへんしな。状態、状態数つけて。これで、マギア貯めれればな。まあ、イロハのマギア貯まれば。誰か一人落とされてもすぐ回復させることはできるけど。てか毒と呪い一緒にかかるようになってんのかこれ。うわスキル負荷相変わらず。なんかフェリシアにで鶴の子落とされてると。4万か。でもなんかアビリティのなんかある。いやアビリティもありそうやねんな。うわあ、あいけるか、カーストワード。なんかアビリティでも持ってそうやから呪いかけとこう。なかったらもったいないけど、そん時はもうそん時や。 CBA でいいか。そう、まあこれはまだレストヘルス使うんでいいか。野鳥にコネクトするのはイロハってことで、しかも C だけだったらそもそも削りきれへんやろうから、 A も一応さやかにしとこう。状態順が大切ついてた。でやっぱサバイブついてるけど、ここで呪いが発動するといい感じに潰せた。まあもうこんな絶対アビリティでもあると思ったかな。さあ次は御霊だ。すごい状態上だ。こんだけ状態上かかったらもうデストヘル使ったら誰解除されるかわからんってのかな。わからん、ランダムやからな。クエルブルム、やっちょう。ああいける、やっちょう。あーでもやばい、晴れ気味玉の MP が溜まってきたな。76、だから88か。あどうなるか。 CCB かこれは。やっぱそんなマギア狙う必要ないような。ここまで減ってきた。3回攻撃しよう。まあこれでも十分33ハー増えるから、まあアクセルディスク入れたらより一層溜まったんやけど、そんな余裕はないというか、いいよ、いいクリティカル。で、見たま動いちゃったから、これで100になる。2人落とされちゃったな。ああ、でも攻撃せんかったらたまらんな。じゃあこれどうしよう。これなんなの、ドッペル、この強化、ACA でドッペルいけないか。まだ猶予あるんじゃないの。レジストレードサークルつけておけば。あえてここでまだチャージしていくっていうね。ああ、でも耐久、体力回復してきた4万。いや、でもここで変につついて落とせんかったら痛いしな。それだったらドッペルで一気に落とし切った方が強いんじゃないか。
いやー、でもどうやら CCB で落とせるか、9万3000。でも特に何もないしな、やめとくか。いやー、でもどうしよう、これ迷いどころやな。13万でドッペル落とせるか。しかもドッペル溜まるとは決まったわけでもないしな、まだまだ100いってるし、多分溜まると思うけど、ここはもう俺ドッペル信じよう。うん、たまったまった、オッケーオッケーオッケー。で、回復してくる。で、次落とさんとあかんな、これ。さあ、どんなもんやろ。まあ、でも攻撃メモリア乗せてるから、多分いいダメージは出ると思うけど、ダメかもないし。12万やろ。もう、つながる道とアップリフトやったら、悪くないんじゃないの？まあ、念のため。で、どうしよう。で、BA か。どうしよう。うん、いろはのコネクトポイント貯めた方がいいよな。さあ、落としてくれ。ドッペル。150ドッペル。オッケー、ちょうど落とせた、13万でいい感じね。で、状態異常も解除して、フェイシャーも帰ってきていい感じや。すごい、まんべんなくたまってる。さあ、ここまで来たらな、もうあとは。状態異常も何もない。あとは手堅く勝たせてもらおう。これどうしようかな。どうせここで落とし、いや、もう長引かせんでいいか。10万やろ、落とせるやろ、きっと。CBB で呪いと王くらいかけちゃおう。あ、呪いかかったし、しかも状態状態ですやん。ここでマギアを狙う必要はない。CBB でいい。勝ったかな、これで。オッケー、勝ちだ。オッケー。いや、かなりなんか今回の EX も安定していけたんじゃないの？いい感じや、EX。ミスなしでいけたわ。生存率も良好。ということで EX5 まで無事クリアということでね。今回はここで終わりたいと思います。お疲れ様です。